西川の長谷川の風呂です。いや、いきなり先生喋り出すからびっくりするじゃないですか。やっぱり最初そっちだよね。はい、それはそうですよ。大石です。はい、そして松本クラブです。お願いします。ありがとうございます。はい、ということでね、はい、すいません、昨日からの続きなんで、はい、つい今、初っ端からいきなり占い入ってしまった。挨拶、挨拶、まずは忘れてました、はい、しっかり忘れてました。まあね、松本さんの運勢ということで、はい、昨日はね、もっと生まれた資質の話と、はい、で、そういうものがあっても、うん、一生それが出っ放しってことはなくって、うん、まあそれがよく出る時とか休む時とか、まあ、波があるわけですよ、はい、で、この波はね、1年1年今年はいいとか今月がいいとかっていうふうに一月とか1年とかっていうその小さな波もあるんだけれども、はい、もうちょいデカめのやつとして、うん、10年一昔のね10年ごとにこう人生を波として見るって考え方があるんですよ、ね、今日真面目でしょ、はい、で一応誰でも10年なんだけれどもそれが何歳から始まるかはその誕生日次第だと、はい、で彼の生年月日を見ると、9歳運っていうのになりまして、要するに年齢の末尾が9の年が切れ目になるよと。へー。だから例えば9歳から19歳とか、うん、19から29というふうに、うん、末尾9の年ごとに変わってくると。へー。そうすると、まあ、今年、誕生日来ると、39なんですよ。はい、だから今年がねちょうど10年運の切れ目なんですよ。はい、で今年から回ってる星ってやっぱりこうなんだろう、まあ、人気運の星みたいなのは確かに入ってるんですよ。でね、これまでの20年間が、なんかやったら忙しいけどあんまり身にならない星がずっと20年ぐらい居座ってたんですよ。過去20年ぐらいの間、はいはい、だからほぼ20代30代ぐらいの間って、うんうん、なんかいたずらに消耗するぞみたいな星が回ってたんですが、はい、今年からやっと運気が切り替わって、はい、むしろその収穫というかですね、やった分が返ってくるぞって年になった、はい、でこれが例えば今年がねこうブレイクしたよというのが、うん、1年の運の影響だけだったならば1年で終わっちゃう可能性があるのね、うん、だけど10年運で来てるから、結構これから期待の星ですからいいと思いますよ。で長い期間というか、そうですそうです、もちろんその1年1年の上下度は多少あったにしても、うん、まず10年のベースがこれで確保されてることになるので、結構今までと同じことやってもその見返りは大きいと思うので、ね、頑張りがいあると思います。あー、すげえいいこと言ってもらいました。これ今まで20年間本当にそれこそ劇団で本当バイトしながらもうバイトする時間もなくて劇団でやってお金もにもなんなくてそういう期間をずっとやってきてそれがもう切り替わるってことですよね。そうです、ちょうど今年が切り替わりぐらいだと、はい、あ、やっぱり過去20年そんな感じだったんですね。だから先生おっしゃったように、うん、その期間が1年だったらそのジャンプもちっちゃいってことですね、うん、そうですそうです。その年行っちゃったらまた元の極みみたいになって、はい、それこそ一発屋みたいになっちゃうんだけれども、はい、うん、10年がかそうやっててくれれば、はい、大丈夫ですか。あー、よかったーよかったー。いやいや、まあまあまあよかったよ。それよいよいやよかったですよ。うん、まあまあまあでも別にそういう怠けたりとかしたらダメだもんね。さっきの自転車で努力しないで、努力しないで。でも松本クラブはその一発屋の匂いはしないですもんね。雰囲気的には、はい、一発屋評論家としては、いやいや一発屋でも一発屋でもないですから一発屋でもないですから不発屋としては不発屋ですから、不発屋の意見参考にならないですから説得力ない。占いとかって見てもらったこととかあるの今？いや、ないです、ないです。あ、そうなんだ。ちゃんとした方に、いやいやいや、半分芸人ですから、まあ、バーグさんに担がれてちょっと説得力がね、ちょっとね。いやあ、でもなんかすごいいいですね。よかったですよ、ね、本当に、はい、ありがとうございます。いやいやいや、なんかリアクションがすごい初々しくていいですよ。本当ね、芸人っぽくないですよね。そうそう、本気の擦れてなくていいなっていうのはピュアでね。ピュアです。なるほど、わかりました。また明日もですね、はい、ちょっと違う角度でもちょっと占いを続けたいと思います。ぜひね、ご期待ください。見てください。